幻か。メルセデス様ではござらぬか。よかったわ、見つかって。まさかあなた様も冥界送りに。メルヴィンは反乱に敗れて、あなた様は女王になられたのでは。ブロム、私は自分で来たのよ、あなたを救い出しに。なんとわしなんぞのために女王が直々にお越しになられるとは、感無量でございます。お前の力が必要なのです。さ、早く行きましょう。間の悪い時に虫目が迷い込んでくる。逃がさぬぞ、ブロ。その技巧でもっと私のために装飾を施すがいい。お前の命はそのためだけにあるのじゃ。私は妖精国の女王、メルセデス。オデット女王、あなたと話し合いたい。お前たちの決めた王など知ったことか。ここは人間や獣の魂が集う場所。霞のように生きる妖精どもには無縁であろう。私のものを持ち去る盗っ人め、入り込んだ虫は叩き潰すのみ。話し合いは無理そうね。私にその胸の悪くなる赤い魔石を打ちつけたな。何事じゃこれは。ガロン王が暴れているだと。あいつめ、今になってどうして。く
鎖の数を増やして身動きさせるな。おいで死神ども。そんな輩の相手をしている場合ではない。なんだかわからないけど助かったわ。今の間に逃げましょう。新しいサイファーを作れと、もう一度魔剣を作らせようというのかね。いくらメルセデス様の仰せでもそれだけはごめんこうも。違うのブロム、死神に魂を売ることなくお前はそれをなすのです。無理な話じゃ。バロールほど巨大なサイファーわしには作れん。大きなサイファーもいらないわ。魔王のバロールに対抗できるだけでいいのです。バロールのように大きな力を持つサイファーは作れん。だがバロールをうがつ力、その一点に集約されたサイファーならば、設計思想の違いですが面白い。やってみましょう。